このすすきの祭りの一番のメイン、花魁道中がスタートです。まあ、いわば真相のご令嬢ですから、マナーも一流、キーも一層高く、太夫の名にふさわしい女性たちでした。さあ、美しい花魁ご注目ください。下駄の高さ、この下駄の高さは30センチ、重さは両足7キロです。また着物やかつら合わせた総重量は35キロ。外八文字でゆっくりと歩いてまいります。さあ、この花魁道中の花魁、華道茶道をはじめとしまして、和歌も読みます。和楽器の演奏もこなしたと言われています。花魁を一人をはべらせることができたのは、ほんの一握りの殿方でした。お客様のステータスを満足させて、また太夫の美しさと角度高さをアピールするために花魁道中が行われたのでした。太夫たちの豪華なかつらは夜景兵庫と申します。指物は太夫だけに許される12本、衣装は掛け下の上に数枚の着物を重ねまして、下駄など含めますと35キロ。